ウェルビーイングっていうのは人間がですねそれぞれより健康的な、快適な生活が送れるということを目指してですねセンサー技術 IT 技術を活用してさまざまな、サービスを提供するシステムを、開発しようというのがプロジェクトの目的になっています。健康福祉、スポーツ、技能習得、そして人間の感性を見ていく、そういった分野の研究をやっています。このシステムなんですけど向こう体にセンサーを何もつけずに寝てる状態の人の脈とか呼吸、それを計測しよう、そういうシステムなんですね。エアマットが敷いてありまして、でこの中 の空気の圧力を測るんですね。でこの状態でこのように人が寝ると心臓のドッキンドッキンとかっていう振動とか、あと呼吸した時の横隔膜の振動が、この中の圧力変化を起こすと、でそれを圧力センサーで測る、そういう仕組みなんですね。でそうすると体に何もつけずに脈とか呼吸を計測することができるっていうような、そういう原理でなってますね。で私はその技能習得の中でも伝統芸能の代表の一つであるいけばなに着目して、いけばなをどこでも簡単に練習できるいけばな練習環境というものを提案させていただいています。でこのタッチペンがお花に相当していまして、でトラックパッド そのタッチイベント、こういうこのスワイプをすることによってこのお花を種類を変えることができるんですね。でじゃあ実際にこの中にお花を生けていくっていう感じなんですけども、この花をこのトラックパッドに押し込むと、ここにグッと押し込むと花を生けることができます。その生け花を生けた配置ですとか、この花材の角度とかっていうのが全部分かりますので、それを熟達者のお花の生け方っていうのはどういう構成になっているのかっていうのを解析することができます。もう一つは遠隔地にいる方でもこのシステムを使って生け花練習をすることができますので、例えば海外にいる方でも簡単にこの生け花のレッスンを受けれるようになります。これはですね、教育用ゲームのジャンルでですね、ビズレーターという、オンラインのビジネスゲームの開発をやっております。オンライン上でですね、経営の意思決定力を強化する目的で行われるんですけれども、この管理画面にですね、管理者は決められたこうストーリーをですね、設定して、プレイヤー側はですね、マーケットの情報とかから正確な経営意思決定を読み解いて、それで売上が立つとか、そういうことでですね、利益競争をしていくというようなものになっています。これができることによってですね、学生の意思決定力っていうのが上がってくるので、企業に入った時に即戦力になるだとか、社内でステップアップしていくっていう時の自分の能力の一つの要素として強化できるようになっていくのではないかっていうふうに思ってます。ウェルビーイングっていうのは広い意味での健康です。社会の中でその人間が、長くですね、持続的に、広い意味での健康を精神的にも肉体的にも広い意味での健康を実現するというようなことを目指して、このプロジェクトは始まりました。でそれをこうするため の研究の、プラットフォーム、そういうところでですね、発展していけばいいかなと思います。